さあ続いてはお待ちかねのあのコーナー。このコーナーにはあの人は出るんでしょうか。コバさん、はい、今回ね選手メーカー私行ってきました、はい、およかった今回はねよかったよかった、はい、どの選手なんでしょうかね、うん、ダイネさん選手紹介です。もう行っちゃうの。どうぞ。え、まだ行かない？まだ行かないよ。もっと行くと思ったでしょ。行くと思ったでしょ。そんな感じで行かないよ。だってね、私ね、白谷選手だって、はいはいはい、家で見たもんね。はい、アウェー戦のバスの中で、はいはいはい、VTR 見ないまま収録したでしょ。そうですね。だから家に帰って改めて見たの、はいはい、面白かった。アゴアゴ言って面白かったでしょ。アゴアゴ、あのね、そのアゴが影響してかね、はいはいはい、白谷選手のね顎強調の絵とかも送ってもらって。あら上手ね。これでもやっぱ若干ね、あのおはがき送ってた方は優しいですね。まだ優しい。まだこうまだねナイフみたいに出てますもん本物は。あ、本物だね、ちょっと抑えめに書いてくれたんでしょうね。なるほどね、うん、そうかそうか、優しさもね、そう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 感じの絵でね、うん、顎です。この顎のことだと思ってました皆さん。どんな顎なんですか。俺、池の顎、顎ですから。顎？そう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 、そんな顎、顎なんて僕そんな言わないですよ。安住さんどうしますこれ、うん、もうどうしようもないから、うん、フロッカ選手、うん、次の選手にフロッカ、うん、原田選手の時も顎顎言いよったでしょ。そうよ。顎だね。顎分かったよ。もう今月の選手は誰なんでしょうか、はい、選手メーカーに顎。皆さんこんにちは。月刊ロアッサ8月号、今回の選手名鑑はこの選手です。どうぞ。ロアッサ熊本背番号2番黒木浩平です。よろしくお願いします。走攻守全てを兼ね備え無尽蔵な体力でチームに貢献する黒木選手。地元熊本出身ということもありこの男にかかる期待は大きい。キレのある鍵処理のようなプレーを見せてくれ。ザークロック君復帰おめでとうございます。ありがとうございます。いや待ってましたよ。ありがとうございます。どこ打ったんでしたっけ。左の第5中足骨ってここなんですけど。ああそこね、はい、ジョーンズね。ジョーンズ骨折です。ジョーンズって言うんですよ、はい、通称。そうなんです。なんでジョーンズってか知ってる。わかんないです。ジョーンズ博士っていう人が本当よこれ。あ本当ですか。ジョーンズ博士が最初にあこれあれだねみたいな昔 なったことあるんですよ。あ本当ですか。右足なんだけど。え同じ骨折ですか。うん同じ。そうなんですか。高校1年の終わりぐらいにそれやって、はい、高校2年の時はボール蹴らなかった。しかも右足だったらね。そうボール蹴らずにプレーしてたの。あプレーしてたんですか。してたしてた。兄弟が今愛媛FC です。はい、もう完全な双子。完全なる双子ですね、はい、顔そっくりだもんね。言われましたね。めっちゃそっくりじゃんって言われましたね。そう一覧性なんで、はい、双子ってさなんか同じことを一緒に行動したりとかさ、まあ、よく聞かれるんですけどね。今までそれは一回もないけど一、うん、回だけ家帰ったら、うん俺が会ったね。一回あった、ね、回だけね中学校ぐらいだったと思うんですけど、はいはいはい、俺が TSUTAYA で DVD 借りて帰ったら、うん、全く同じ DVD をあいつが借りて帰ってきたことはあります。何々ちなみに何チュートリアルのコントの DVD でした。女性のタイプが同じとかさ。いやそれもあんまり。あちょっと似てんな俺の彼女ととかさ。いやないっすね。本当。可愛いなとでも思いますけどね。兄弟はもう二人だけ。兄ちゃんがいます。お兄ちゃんも似てる。お兄ちゃんは全くもうパッチリ二重なんで。いやいやもう黒木選手のパッチリ一重でしょ。パッチリ一重ですよ。パッチリ一重怖いもんね。ね言われますね。なこれこれよりいや小馬さんには負けますね絶対。怖い人初めて見たよ。小馬さんと康介さんとかには絶対負ける。いや吉井君は怖いよねあれ。憧れてるなとかさ尊敬する選手とかさ。ちっちゃい頃はマリノスが確かここにキャンプできて、うん、その時中村俊輔見てすげえなっていうのすごい思いましたね。わすっげえもううまいなと思って。あと熊本国体で、うん、トゥーリオ来てましたね。千葉県選抜トゥーリオ、はい、その時も結構多分有名で。すっげえこの人と思ったのはすごいまだ今でも印象的に覚えてます。あ本当、はい、存在感すごかったです小学生ながら。そっかびっくりした。なんか俺からしたらさみんな後輩なわけじゃない、はい、すげえなやっぱ時代だね、まあ、地元熊本に今帰ってきて、はい、どんな感じですか。地元帰りたいってあんま思ったことなかったんですけど、うん、帰ってくると今まで関わってくれた人とかすごい声かけてくれるし、うん、熊本の人ってやっぱ地元愛ってすごいんですかね。あ強いよね。なんていうか愛してくれるっていうか、うん、本当によくしてもらってますね、うん、久しぶりに帰ってきたわけじゃない大学。そうですね5年ぶりぐらいです。5年ぶりぐらいでしょ、はい、
どこが好き？町は好きです。町ね。町は好きです。賑わってるもんね。ブラブラするの結構好きなんで、久しぶりにでもゆっくり。カドリードミニオンとか行きたいですね。ちっちゃい頃よく行ってたんで、ばあちゃんちあそだったんで。蚊がすごいよね、それより。すごいっす。もう痒くてさ、俺話全く気があって今が。聞いてなかったんですか？全然気があって今。双子のところ辺からもう。結構先じゃないですか、それ。水野ですね。水野です。モレリアネオってやつなんですけど。僕ずっとこれ。これです。でこの裏のイボイボとかは？足折ったじゃないですか。うん、その足にはこれが丸ポイントが一番いいって聞いてたんで。うん、丸ポイントは、まあ、気使って履いてますね。あと僕測定板これ作ってるんですよ。これ長敷きを特別に作ってて、の裏の高さ変えてるんですよ。はい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 。足に自分の足に合わせてね。バランスが取れるように、体重が綺麗に乗るように。うん、これは絶対どのスパイクにも入れてます。オフの日とかって何する？まあ街ブラブラするか、うん、それ買い物が結構好きなんですよね。はいはいはい、水着買いに行きましたよ。水着、はい、ブーメランでしょ。いやいやブーメランでしょ。履けないっす。大体俺ブーメランだよ。あ、いいっすか、うん、似合いそう。あとはまあ温泉行ったりとかですかね。美味しいもの食べたり、ね、あんまり家にはいないっす。もう外出るタイプ。そうですね。なんか趣味とかある？趣味最近はちょっとゴルフですね。あ、そう。いつからやってんの？去年から本当始めたって言っても打ちっぱなしみんなで行くぐらいの程度だったんですけど、うんうん、ゴルフクラブ手に入って、うんうん、そこからちょっともうまた熱がこの間回りました。初めてどんぐらいだった？130ぐらいです。初めて回った割にはまあマシって言われました。130回ね。はい、130だ。俺ね、ゴルフやったことないんですマジですか？熊さんがすごい上手いって言ってました。そう、あの人熊谷さん上手いんだって。趣味っていうかもう愛してるんだね。でも本当に上手いらしいですね。うん、本当上手い。プロ級だって言ってました。で、僕もね、そろそろ始めようかなと思って。おー、いや、面白いっすよ。靴と靴下と、まあ、シャツと、はい、もうクラブも全部あるから。もう始めるだけっすね。帽子がないんや。あ、帽子か。それがまだ決まらないからできない。格好から入るタイプですか？そうそうそう。座右の銘。座右の銘は、色紙とかにサイン書いて一言書いてって言われるときは、うん、感謝って書きますね。感謝の心ですね。素晴らしいですね。いや、怪我した時にやっぱ思いましたね。すごいみんなサポートしてくれて。あと一つ挙げるならあれですね、うん、僕の高校の平岡先生っているんですけど、はいはいはい、サッカー部の監督が、はいはい、いつも人生我以外みなしって言うんですよね。はいはいはい、もう人生っていうのはその自分以外のもの全ては死だと思って、死だと思えと、はいはい、その言葉はずっと心に。なるほどですね。留めてます。素晴らしい言葉ですね。最近はすごい苦しい試合が続きますけど、また諦めずに戦うので皆さんも応援よろしくお願いします。ちょっと笑顔じゃないと怖いからさ。すげえシャープだから。シャープだったよね今ね。すげえ。いろいろあだ名つけるね。うん、カミソリ。いや面白いですね。面白かった。面白かった、うん、ちゃんと見てた？見てましたよ。本当？でもあの時にちょっとやっぱ蚊がね。蚊はね、カノカッちゃんが、カノカッちゃんが多くて、黒木選手かコバさんかって言ったらやっぱコバさんに行くもん。カは美味しい血持ってそうたい。黒木選手はちょっと筋肉だから針が刺さる。でもただ言ってましたよ、彼も刺されたって。あ、それ刺された。じゃあ我慢してたんだ。我慢してたんですよね。そうなんだ。我慢できなかった俺。自由だね、本当ね。でも最初だからもう話全然入ってこなかったと。蚊がプンプンしてね、コートに。序盤から聞いてなかったんじゃないかな。序盤から言ってるなと思ったけど、蚊がさ、こう、もう蚊のかっちゃんがこう、双子の話ぐらいも聞いてないって言ってたもんね。大変な双子らしいですね。なんか双子らしいよね。そっくりらしいですよ。なんか選手メーカー見たらね、すげえそっくりだった。すごいそっくり。似てるよね。すげえ似てる。うんうんうん。え？何だったの？で、こういう時ってなんか通ったって言わない？言うね。言うでしょ。言う。通った。霊が通ったって言う。さってなんか通ったでしょ。さって行かれたんでしょ。なんかね、行かれたんでしょ。なんかある。もうこれ夏場でしょ。なんかそういう怪談話とかない？なんかみんな。で、黒木選手はどうでもいいわけ。私も思った。黒木選手のファン結構いるよ。いや、黒木選手はいいです。シャープですよ。シャープですよね。シャープですけれどもね。やっぱりすごいですよ、ね、やっぱりね、まあ、結果なのかもしれないですけども、うんうん、はい、でも黒木選手怪我して、うん、まあ、長期離脱だったんで、うんうん、でもそれと同時にやっぱロアスもやっぱりちょっと活躍になってしまったのかなと。やっぱ最初開幕からね、黒木選手すごい頑張って出てくれてるんでね。うん、やっぱりもうボランチというね、あの真ん中のポジションで行ったり来たりして、うんうん、
頑張ってましたから。何なんかちゃんとしたことを言おうとしてる自分が嫌だみたいな、なんか来いよみたいな顔してるから、なんかぶっこんで来いよみたいな顔してるから、はい、でもあの黒木選手の活躍にやっぱり期待したいと思ってる人いっぱいあると思うんですね、うん、やっぱりそうですよ、はい、やっぱ生まれ育った故郷でね、そうですね、頑張ってほしい、ふるさとでね、故郷で、はい、感謝の気持ちを持ってですね、やっぱ感謝ですよ、感謝でしょ、感謝ですね、精神、精神。